いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2015年モデルポルシェカイエンターボをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントワンパー右側に線傷と、フロントガラスに飛び石があり、右フロントのドアパネル部分に小さな線傷と、右リアのフェンダーアーチ部分に傷がございます。走行距離に関しましては約2万3000キロと低走行なお車です。外装色はマホガニーメタリック、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。市場でも絶大な人気を誇るカイエンのハイパフォーマンスモデル、カイエンターボでございます。数多くのターボ専用装備が施され、よりスポーティーかつダイナミックな走りをお楽しみいただける1台です。またこちらのお車は後期モデルでございますので、フロントフェイスやリアのテールライトを中心にデザイン変更が行われております。さらにはマストオプションのスポーツクロノパッケージをはじめとするオプションも非常に充実した1台です。ヘッドライトにはオプションでLED ヘッドライトが採用されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては 4.8 リッター V8 ツインターボエンジンが搭載され、最高出力は520馬力を誇ります。アルミホイールは RS スパイダーデザインの20インチのアルミホイールが装着されており、足元までバッチリと決まった1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトも LED が採用されており、デザイン性に優れたモデルとなっております。またマフラーに関しましてはターボ専用の4本出しのマフラーが装備されておりますので、力強いサウンドもお楽しみいただけます。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。開演でございますので、トランク全体十分な容量を確保しており、後部座席を倒してお荷物を積むことが可能です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのレザーシートが採用されております。運転席のランバー部分に若干の使用感がございます。ではエンジンを始動していきます。オプションでポルシェエントリードライブ&システムが搭載されておりますので、キーを持ったままでエンジンの始動が可能です。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、大型のパドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。またクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。オプションでスポーツクロノパッケージが装備されておりますので、センターには専用のクロックが埋め込まれております。ナビゲーションはクラリオン製の SD ナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが装備されております。フロント両席シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。シフトは8速のオートマチックシフトが採用されており、大きなボディではございますがスムーズな変速を実現しております。また走行モードに関しましては、センターのスイッチにてスポーツモード、スポーツプラスモード2段階で切り替えが可能です。さらに PASM とエアサスペンションが搭載されておりますので、より上質な乗り心地を実現しております。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましては目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。カイエンでございますので、後部座席のスペースは広々と確保されており、オプションで後部座席にもシートヒーターが備わっております。さらに BOSE のスピーカーも装備されておりますので、ゆったりと快適なドライブを楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。では今回は2015年モデル
ポルシェカイエンターボをご紹介させていただきました。走行距離約2万3000キロと低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。車検も2020年の3月まで残っておりますので、ご納車後も長く安心してお乗りいただけます。 SUV 車両でありながら圧倒的な走行性能をお楽しみいただけるハイパフォーマンスモデル、カイエンターボでございます。520馬力を発生させるハイパワーエンジンに8速のオートマチックシフトが組み合わされておりますので、大きなボディではございますがスムーズな加速を実現しております。市場でも希少なマホガニーメタリックの外装色を身にまとった1台でございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。